走り方の皆んな真似しよったもんな <laughs> <laughs> それが多分メガヒットの法則なのかもしれんね <music> ミヤンピです川崎ですこのチャンネルはガトリングの二人で映画についてうだうだ話すのを記録していこうというチャンネルです今回はアバターウェイオブウォーター公開記念ジェームズキャメラの奇跡、えー えー、ボリューム2、えー、ヒット連発巨匠への道ということで、えー、90年代以降のキャメロン作品についてお話ししようと思います、えー、まず「ターミネーター 2ILB バック」2つ目「タイタニック」SF 新監督がオスカー受賞3つ目「アバター」3D 映画の革命っていう順で、えー、お話ししようと思いますまず「ターミネーター 2ILB バック」ってことやねんけどもうん、うん 日本公開年月今回の作品はね1作目もヒットしたけども今回は世界で5億6千万ドルの大ヒットっていう全世界でのそういうの悪のヒーローやった「ターミネーター」をなんと正義の味方にするっていうね意外というかまあすぐひねってくるよね「ターミネーター」にしても「エイリアン」にしてもそういうこと 当時はそのシュワーツデッカーさんが人気にあやかって自分からええもんにしろって言ったかと思ってたんけども、うん、実際は反対やったそうで、うん、キャメロンが発想の,の転換で今度は味方にするそれであと「アビスで見せてた,た、うん、水の表現の CG を発展させて、うん、その液体金属の敵のターミネーター T 線。うん 自然かっこよかったのに切っとめたのってうん変形自在にする CG 注目されたんでこれぐらいいからそうやねうんかったもんねそしてまた演じてるロバート・パトリックさんがかっこいいよね走り方がね走り方みんなマネしちゃったもんな走り方はほこんなん 線細い役者さんやねんけどもキャメロンさん的にもランス・ヘリリクセンさんにほんまは作目で舐めて演じさせたかったっていうだけあってこういうイメージなんやろなっていう顔も似てるよねそうねでもロバート・バルウィックの方がんかちょっとごついて感じして肉体派やけどねうんまあそのターミネーターが味方になったってことであのリンダ・ハミルトンさんの息子のええ エドワード・ファーロンをさ演じるジョン・コーナー少年との交流が描かれることによってね、うん、その何やかなフランケンシュタインの時代からずっと続いてきているそのロボットんの,の苦悩みたいなものを、うん。だからロボットの苦悩というかだからロボットってさその感情がない表現やからその感情がないところにこっち見てる側が投影するっていうあの。 ジョンコナーがそのお父さん像を反映したりさ、うん、してるのにちょっと心が動くんよこっちが見てる側が、うん、そうねうん多分その T 八百自体には感情ないっていうのは結構いろいろ表現してて、うん、で最後のこれでグッとくるっていうのんやと思うねんけど,あ<ー>どねうんあれはうまかったよねうん。うん うんまあ、この作品も後からディレクターズカット版で、まあ、トモレス版で生ながらっていうそして次にあの「トゥルーライズ」うんえー、日本公開は94年9月だけどスパイアクションコメディーっていう、うん、新しい新境地を、うん、<laughs> また主演はシュワーネッカーさ、うんやねんけども。 そうそうジェイミー・ヒリー・カーチスが奥さん役の、うん、で、うん、隠してんねよねスパイっていうのをねっていうなんかそのコメディタッチな感じやねんけど、うん、扱ってる題材は結構な、うん、シリアスやねんけどなうん、うん、なんかねその,この、えー、トゥルーライズぐらいから感じるようになってんけどもその ドラマ性がその単純化されているというか完全凶悪が強調されているというか分かりやすい作りになって SF っていう部分を省いたらそういうふうになるのかなとか思ったりしてねちょっと分からんねんけど,など。なるほどターミネーターももともと完全凶悪やからな追っかけるもんがっていうのは、うん、悪がっていうから。うんあ が単純化さちょっと正月ガーが強くなりすぎたっていうのがあって型並べるぐらいの悪い相手役っていうばがなかなか存在できひんかったんじゃないかなとかラストアクションヒーローとかもキャメロンとちゃうけど悪役弱いやんかんかやっぱ細いやんどっちみちみんな正月恋愛は。 目にアのなスマイルマークついてたりしてかっこよかったんやけどやっぱり負けるよねっていう感じするやんああ <laughs> ああそこがやっぱ見てる側のイメージやけどね、うん、難しいな結構そのクライマックスで悪い人がすごい倒され方するに思ってる、うん、ミサイル引っかけられてなハリうんうんんハリヤーかそう。あれかっこよかったよなあ,あ,あれなんか、うん なんか日本のアニメの影響なんかなあの辺はああかもなビルをね外側から持つっていうねうまいなそう言われてみればなんか押島守さんとの交流もあったみたいやからアニメの影響を受けてるもんね結構そして「タイタニック」SF 出身監督がオスカ受賞っていうことで 1997年12月公開だんけどもアカデミー賞14部門でノミネートされて賞含んで部門受賞したって world って叫んでたよ。大体トップ・オブ・ザ・ワールドがんか言うねんね理科不良がそれかけて取った時にね言って品種勝ったよなそりゃここまで取ったらなるよな天狗になるなって言ううがおかしい天狗じゃないけどなほんまに受賞してんねんけどね。 これまで SF トゥルーライザー SF じゃないけどアクションやったんやかそれがまさかのレオナルド・ディカプリオ主演のしかも「タイタニック」って題材を使っててなんか大体ドキュメンタリー感撮ったか制作者かなんか沈んでんの撮影しないってやつかそことかあれもめっちゃ使ってたやんかそうよね海が好きってことでうん キャメロンの目の憧れが。憧れじゃないかな。うん、結実したんですか。ほんまに。見に行ってんねんけど。実は。みんな見に行っとった。なんか、なんか見に行かれへんか。何が分かんかったんかな。分からんけど。その。まあ。これまでの作品でも描かれとった。その。女を乗り越えて成長する女性が主人公っていう。ね。作家性で。そこ継承されてるわけだけども。 SF とかアクションの要素を配することでそのデータムービーとしても成功したかなというその分「そのタイタニック」の再現に費やしとったよねリアリティを追求して主題歌も大ヒットしたしね「マイ・ハート・ウィル・ゴーのセリヌ・リオン」がヒットしすぎてなんかパロディにに疲れがくってしまうっていうイメ タイタニックにしても、あの船の先端の話、まあ、本当に使われるもんね。今回も、その、分かりやすい神仏。関係で。あの、婚約者が嫌なやつ。まあ、わかるけど、やっぱりそれぐらい単純がしな、ヒットせえへんっていうのもあるんかもな。え、その分。 映像は凝りますよってことなのかないやまあいや脚本もそうやっ頑張ってるよそれは面白いですけど面白いけどだけど映像を際立たせるためにドラマ単純化してるってことなのかなまあそうかもしれんなまあそれが多分メガヒットの法則なのかもしれんねそしてちょっと時間は経つんですけどもアバター 3D 映画の革命ということで2009年12月公開 キャメロンが SF 界に戻ってきたよ。うん。そのまででもタイダニックの取って取ってへんやろ。うん。アバターまで取ってへんのじゃ。映画は取ってない。映画取ってるね。なんかテレビシリーズのターミネーターもの制作プロデュースだったりじゃ。うん。もうそれまでもプロデュース多かったけどな。うん。イオさんのプロデュースしたりしてたからね。ああ。うん。あそうやね。ハートブルート。ハートブルトかな。だからチャスリン・ミグローか。うチャスリン・ミグローも好きやけど。うん。 そうそう「アバター」だから 3D の革命な映像革命って言われてたもんなそのこれまでの飛び出すような 3D ではなくて奥行きがある 3D っていうのを初めて表現してそれを定着したよね変更グラスの 3D ってなすごい今までセルハンの赤青の古いけどな うん、まあその没入感のある世界観にはまってしまう人が続出したみたいで実はアバターいねまだに見てないから、ね、アバターに関して <laughs> タイタニック」は何度かテレビとかビデオとかで見たけど「エイ<ー>、うん、リアン2」に出てきた「パワーローダー」みたいなのが CG で出てきたよ。うん、マトリックス

あと最近は公開されてたもんねアイマックス版かなんかまあこれからアバターシリーズは続々と公開されていくみたいなけどちょっとまあ注目してい,いきましょうかま、うん、意外と乗られへんねんななんかアニメーション見てる感じしてななんから乗られへんねんな予告見る限りその一作のアバターと,あと ルックは変わってる感じはしないからどう…あそうなんやうん、多分ね、だからキャメラのことやからまたアクタも確信性を持たせてくれるんやろうと期待してます、うんうんうん、まあ全然わからんもんななんか家族の話なんやろうなっていうのはわかるけど、<あー> <laughs> <laughs> 予告見てたらということで、えー、ジェームズ・キャメランとはきますか<ー> <laughs> とあ<ド>か。ん行きますか。はい。せーの、ドン。<ん> 3D もうちょっと見やすくして。<laughs> ビジュアルの革命か。お<ー>まさしく。なんか80年代以降ってさビジュアル重視が。 際立ってきた感じがしてる。はいはいそれの申し子っていう感じですね。ああなるね。ジェームスキャベロンってです。私はそのメガネものにとってはね、3D メガネが辛いよね。うんあれをね、解消してくれるからもっと嬉しいかな。ラガンで 3D なるんじゃん。もうそろそろね。そうしてほしいです。アバタースファイブとかシックスぐらいだったら設定します。はい。 ということで、えー、今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。